久保さん、PayPay ペペポイント運用で大損ですね。はい。1年前ですね、僕、あの、ウクライナの戦争が始まる前ぐらいに、あの、3倍掛けのあるじゃないですか。あれに11万ぐらい突っ込んだんですよ。で、今、あの、マイナス4万か5万なんですよね。で、ずっともう変わんない、1年ぐらいどうしようかな、みたいな。<laughs> もう落ちて。 で、そこからずっと塩漬けみたいな感じですね <laughs>。で、この前、その、僕、あの、最近、金を入れたんですね。金はちょっと最近上がったんで、えー、プラス5、6パウスか。で、金が今3万ぐらい入れてるんですけど、金が3万で、えー、っと、もう一つ、その3倍じゃないやつ、ちょっと、まあ、安定してるみたいなやつに、もう3万ぐらい入れてたんですよ。 で、それも、まあずっと下がってて、まあ1年ぐらいずっと塩漬けだったんですけど、この前ちょっとだけ回復して、マイナス2%ぐらいになった時に、まあ決済して戻して、で、金にちょっと入れたんですよ。なんで今運用してるのは金と3倍のやつですね。で、3倍のやつはマイナス30、40か30何パーですかね。で、金はあー5、6%パーですか。 そんな感じでね、あのどうしようかな、みたいな感じですね。ああ、4万か、みたいな。まあ、トータルでマイナスではないんですけどね。今までの PayPay ペペの獲得したものに比べるとマイナスではないんですけども、なんかちょっと残念な気持ちですよね。<laughs> 見余りましたね。<laughs> まさかね、戦争が始まるとは思わなかったですからね。 だからその、去年の段階でちょっとあの、あの、まあ、ちょっと動いてたんですけど、プラス1%とかの時もあったんですよ。3倍なんだけど。<laughs> その時決済しとけばよかったんですけどね、ぶち込んじゃいましたね。<laughs> <laughs> まあまあまあ、あのー、まあ、様子見て、まあ、それも、まあ、あのー、動画撮ってね、 えー、ネタにしようかな。まあこれもネタになってますけどね。まあ損しても得を得るっていうね。まあこれは発信者のあれかなっていうところで。まあよくあの、ですか、動画でも FX で負けましたみたいなね、ありますけども。人の不幸って面白いコンテンツになるので <laughs>。お笑い芸人とかさ、お笑い芸人の人とか、まあ昔元気が出るテレビとかね、あのー、過激でしたけども、なんかその、 なんですかねあとはドッキリとかねドッキリとかあったじゃないですかで完全に人のなんかうわーっていうところがコ,コンテンツになってね <laughs> だから結局その発信してるとまあ大損しようが大金得ようがまあどっちでも触れるっちゃ触れるんですよね <laughs> だからまあありがたいですよねうーん ということで、僕の場合はペイペイで大存しております。いってらっしゃい。